ユナイテッド航空173便燃料切れ墜落事故は1978年12月28日18時15分頃ユナイテッド航空のマクドネルダグラス DC-8 型機が燃料切れ状態でアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド近郊の森に墜落した事故である乗員乗客合わせて10人が死亡した着陸するために車輪を出した際に 却下ゲイチ指示灯が点灯しなかったため、クルーは、この原因調査、及び緊急着陸の手順などについて検討していた。この時、残燃料が少なくなっていることを失念してしまったものと推定されている。ユナイテッド航空173便は当日、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港を出発して、途中デンバーのステープルトン国際空港を経由し、 最終目的地のオレゴン州ポートランド空港に向かっていた。飛行の支障となる天候上の障害はなかった。ポートランド空港への侵入段階となり、ギアダウンを行った際に、ゴツンという大きな音がして機種が右に触れた。また、コックピット内にある前足のダウンロックインジュケータの緑ランプは点灯したが、 主客のダウンロックインジケーターが点灯しなかったので、直ちに着陸を取りやめて、旋回に入った。その後、車輪が降りて、確実にロックされているかを目視によりチェックしたり、最悪の場合には、胴体着陸となる可能性を考えての処置や、乗客への通知、その他の準備を行い最終着陸体制に入ったが、ポートランド空港の東南東6海里りの地点で、 燃料がなくなり墜落した。燃料切れのため火災は発生しなかったが、乗員乗客189人中、航空機関士、客室乗務員責任者1人、及び乗客8人の計10人が死亡し、21人が重傷、3人が軽傷を負った。NTSB の調査報告では、以下のように結論付けられた。機長は、車輪が出ているかどうかのチェックと、 胴体着陸となった際の手順の検討に没頭してしまい、燃料が少なくなっていることの深刻さへの注意がおろそかになっていた。また、他のクルーメンバーの助言に対しても正しく応答しなかった。機長以外のクルーラについては、残念料に対する意識は機長に比べれば高く、実際に助言や警告も言ったが、外して控えめに過ぎたため、機長の関心を引きつけることができなかった。 また、足の問題が発生してから、どのように見積もっても30分後には何ら障害なく、着陸できていたはずであったとされた。右主脚を昇降するための油圧シリンダの、ピストンロッド端部が腐食により破断、分離していた。このため、ギアダ運送作時の右主脚は制御のない状態で、自由落下し、操縦席にも聞こえるほどの衝撃音となった。この衝撃によって、 車輪が降りてロックされたことを検出するマイクロスイッチセンサも破損し、操縦席インジケーターに緑色の表示がなされなかった。機内マニュアルによれば、このような状態では飛行場上空を低空飛行し、完成等に目視確認してもらうこととなっていた。これで確認が得られれば、足は正常に降りているとみなして着陸して良いとされていた。だが、 この管制等による目視確認は行われなかった。また、機体に備えられた目視インジケーターをキャビン窓ガラスを通して確認することとなっており、これが確認できれば機長の裁量により着陸することが許されていた。このチェックは実際に機関紙により行われ、結果は正常にロックされているであった。事故後の調査でも試客は正常にロックされており、 そのまま着陸ができただろうとされている。しかしこの時すでに機長の頭の中では右主脚はロックされていない。設置した途端に足は引っ込んでしまう。その結果として胴体着陸が不可避であるという考えが支配的となっていた。当該フライトでは副操縦士が操縦を担当していたのでファイナルでのギアダウン操作は機長が言ったが、 自身で行ったこの操作に際して、事故後の聴取において、この時のただならぬ異常音と振動、その後の異様な機種の触れなど、すべて経験したことのないものだったと証言しており、目視用インジケーターでの確認程度では、胴体着陸となるであろうという考えを容易に変えられるものではなくなっていたと考えられている。機体の燃料計は、規定範囲内の誤差で正常に動作していたことが、 事故後に確認されており、また、直前の離陸地である、ステープルトン国際空港でのチェックにおいても、最終目的地であるポートランドまでの飛行に必要な、規定通りの燃料を搭載していた。足の問題により待機旋回に入った時点では、まだ1万3000ポンド以上の燃料が残っていた。その後30分近くにわたり、クルーラは、 車輪が降りて正しくロックされているかどうかを知るためのいくつかの方法を試し、実際、航空機関士は DC-8 型機では主翼上面に設けられたダウンロックインジケーターを目視にてロック状態であることを確認していた。17時41分52秒に操縦を担当していた副操縦士は航空機関士に対して残念料はと問いかけ、 5000ポンドとの答えを得ている。また、48分54秒には、今度は機長に対して、残念量を質問している。これに対して機長は、5だと答えている。この直後に、残念量が5000ポンドを下回ったことを知らせる。警告灯が点滅し始めたが、機長は、我が意を得たように、そろそろ着く頃だと思っていたよと答えている。この警告灯が点灯し始めると、 およそ25分後の18時15分には燃料を完全に使い果たすということは運用規定にも書かれていた。機長は本当に全エンジンがフレームアウトするという危機を感じる寸前まで実際の残燃料に関して混乱していた可能性が高い。全エンジン停止のおよそ6分前、機長はナンバーワンメインタンクに1000ポンドの燃料があると述べ、機関士もそれに同意している。 同じ時に残燃料表示が1000ポンドから0ポンドに変わったと述べている。ナンバーワンメインタンクのゲージは1000からいきなり0になることはなく100ポンドずつ減っていくはずなので機長はここで誤った読み取りをしていたことになる。実際この時の表示は100から0に変わったものだった。ユナイテッド航空では個別のタンクの残燃料表示システムを 従来の直読デジタル式から3桁表示でこれを100倍して読む方式のものに変更していた。その上、同じく3桁表示の新しい総燃料表示ゲージは個別タンク同様の3桁表示でこちらは1000倍して読む必要があった。強いストレス下で個別のタンクの断燃料を読むときに機長と機関士の二人、ともがこれらの乗数を混同して、 100の代わりに線を用いてしまったのかもしれない。しかしながらこれ以前の発言からは、そういった間違いをしたという証拠はなく、この読み間違いを犯した時点では、事故はすでに不可避の段階となってしまっていた。この事故を契機に、ユナイテッド航空は産業界で初めてのパイロット向け、クルーリソースマネージメント、コックピットリソースマネージメントプログラムを1980年に、 開始した。この CRM は現在においても世界中で成功裏に使われていることでもその有効性を証明している。ありがとうございます。